ここにこうやってあの、まあ、6作目にして、真ん中に立たせてもらって、やっぱりこの座組で初主演をあの踏めるというのが本当に喜びでもあります。幸せだと感じてます。そうですね、まあ、こういった状況の中で、まあ、やっぱり一番大きな劇場ですけれども、まあ、やっぱ半分にお客さんがなってしまうのはやっぱり残念な部分ではあるんですけれども、まあ、でも僕たちがやることは変わらないので、全力であのお客様にお届けしようと思っておりますので、最後まで応援していただければと思っております。まあ、やっぱり待ちそわが続きますので、スケジュール的にやはりタイトな、公演ではありますので、とにかく休んで疲れを取って、毎日、マイちゃんとの恋を新鮮にそこは楽しんでいただいて、一生懸命僕らもね、もう第6作まで育ててきた、コンテンツですので、初主演をせっかくなんで楽しみながら、はい、なんかそれぞれのルートで本当に違う、まあ、それこそ今回前回もそうですけど、演出脚本も変わって今までとまた違う雰囲気だと思うんです。僕らが分からない多分善さんの苦しみだったり海の苦しみだったり、それこそ舞ちゃんのね、あの今回初ヒロイン舞ってバトンタッチになったんで大変だと思うんですけど、きっとあの素敵な声が生まれると思うんで頑張ってください。善ちゃんらしく楽しんで演じていただければ僕らはサポートするだけなので、まあ、サスケはサスケらしく楽しんで、なんかこの座組の一つのなんかユニークな面白ポイントを作ってこの作品を盛り上げられたら、それが善ちゃんの支えになるんじゃないかなと思って、本番は頑張りたいなと思います。はい、恋愛シミュレーションゲームなんで当たり前といえば当たり前なんですけど、今まで以上にあの舞とあの座長の恋愛の要素が多くて、そうするとやっぱり会話が多くなって、なんかイケメン戦国座ステージの熱量みたいなのを届けるのが結構難しいなと思って、みんなででも稽古場で伊勢さんとも相談しながら、新鮮、エネルギーを届けられるように試行錯誤して今までやってきたので、こういう状況だからこそその今まで以上のエネルギーをお客様に、配信で見てる方にも届けられたらなと思って、稽古してきました。舞はもともと持ってる性格がまっすぐで芯のある女性なので、そういった部分は大切にしながら、この戦国ライフでしかも意地悪な明智光秀さんに振り回されて、どのように舞が成長していくか、そしてどのように光秀さんの心を開いていくかというところを丁寧に大切に演じていきたいと思います。こういった状況の中でここに立たせてもらって、ご来場いただける方も、そして配信の方も、みんながキャスト、スタッフ全員が楽しめる素敵な作品になりますよう、あの全力を注ぎますので、どうぞ最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。